こちらがですね、薬液注入をグランドアップ工法していない場所、つまり地盤が軟弱のままの、それをあのユンボで掘ったわけですね、はい、そして、こちらを見ますとですね、ちょっと肉眼でないと分かりづらいでしょうか。こんな感じですね。これが、今度グランドアップ工法をやった後の地盤を、同じように掘ってみました。そうするとどうでしょうか。圧密されて閉まってるというのがご覧いただけますでしょうかね。はい、もう一度薬注をしていない方の地盤です。なんとなくお分かりいただけますでしょうか。このようにですね、震度5メートルから震度5メートルから、表層の2メートルまでの3メートルの間をですね、グランドアップ工法によって薬液で、土圧をかけて表層は、圧密されてるわけなんです。であれは N 値でいうと15以上にはなってるわけですね。そうするとこのように今ご覧いただいたように、こちらは何もしていない方、そちらが N 値が15以上になってる方です。この違いをお分かりいただければ幸いです。さらにそこをもっと自体力を上げるために、これから、私どものグランドアップ工法のタイプ2になります。柱状改良、その2メートルの部分、圧密だけをしている部分をさらに自体力を上げるために、薬液注入、柱状改良をするわけですね。ですから、GL から震度5メートルから震度2メートルまでのこの3メートル間は、薬液を入れます。そしてそれのことによって、圧密はされて N 値は15以上になるんですが、この GL から2メートルの間薬液は入ってません。そこを、今度はこのユンボでもってですね、柱状改良をするわけなんです。このように、表層まで自体力をもう十二分に上げる、はい、そして圧密をされている、そういうもう、最強の工法、これがグランドアップ工法のタイプ2になります。皆様ぜひこの、最強の土地改良をですね、ぜひ、皆さん、私どもにお問い合わせをいただきたいと思います。株式会社春秋産業がお送りいたしました。電話番号は 03-6452-9121 03-6452-9121 まで、お電話の方をお待ちしております。または携帯の方は 090-8500-8000 番 090-8500-8000 番までお待ちしております。